初代ファイフ公爵アレグザンダー・ビリアム・ジョージ・ダフは、イギリスの貴族。イギリス王エドワード・七世とアレクサンドラ王妃の第、一王女ルイーズの夫。第五代ファイフ伯爵とアグネス・ヘイトの長男として、誕生した。母アグネスは、第十八代エロル伯爵、ウィリアム・ヘイト、エリザベス・フィッツ・クラレンスとの次女にあたる。1879年に、 父より爵位を継承した。ビクトリア女王によって1885年に、連合王国貴族のファイフ伯爵に、1889年に、ファイフ公爵及び、マクダフ公爵に昇爵した。これらの爵位は男子のみが相続できたが、アレグザンダーとルイーズの間には養成した長男、アラステアイゴ男子が生まれなかった。そこで1900年に、女王は、 初代校の女子、及びその直系男子にも相続を認めるというスペシャル、リメインダー付きで改めて、アレグザンダーを、ファイフ公爵及び、マクダフ伯爵に助した。1911年12月、エジプトへの航海中に、アレグザンダー一家が乗船していた船が、モロッコ沖で難破した。彼は、京幕炎にかかって1912年1月12日に、 アスワンで死去した。アバディーンシャーのブレーマー近くにあるマールロッジの礼拝堂に葬られた。1900年創設のファイフ公爵くらいを呼び、マクダフ伯爵位は、長女のアレグザンドラ王女が相続した。残る7つの爵位はすべて消滅した。公爵個人の紋章、ガーター君章を受勲したことがわかる。1879年8月7日に、 父の死去に伴って、以下の借位を継承した。1885年7月13日に、以下の借位を新規にノブされた。1889年7月29日に、以下の借位を新規にノブされた。1900年4月24日に、以下の借位を新規にノブされた。ABCDEFGH Heraldic Media Limited Five d u k e o f w w w c r a c r o f t s p e r a g e c o u k c r a c r o f t s ペーラーゲ・ザ・コンプリートガイドツー・ザ・ブリティッシュペーラーゲバロネタゲ2020年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月7日閲覧 ABC ・ヘラルディック・メディア・リミテッド5 R www.cracroftspeerage.co.uk.cracrofts ペーラゲザコンプリートガイドツーザブリティッシュペーラゲバロネタゲ2020年9月7日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年9月7日閲覧バ、no. ー2 5 4 9 0 ザロンドンガゼット14ジュライ1 8 8 5 p 3 2 3 9ナンバー2 5 9 5 8ザロンドンガゼット27ジュライ1 8 8 9 p 4 0 7 7ナンバー2 7 1 8 6ザロンドンガゼット24エープリル 1900P2605 ヒュードーソン A ガイド2ザチャペルオブセイントニニアン マール・ロッジ、ブレーマー、ザ・スコティッシュ・エピスコパル・チャーチ、ブレーマー2015ハット ABCD ・アーサー GM、ヘジル・リージ、ティブレット S、ペーラゲ、アンド・タイトルズ・オブ・コーテシー。イングリッチーズ・インクルーデッド・フル・インフォメーション、リスペクティング・ザ・コラテラル・ブランチーズ・オブ・ピアーズ、プリビ・カウンセラーズ、ローズ・オブ・セッション、エトセトラ、ウェルズリー・カレッジ・ライブラリー、ロンドン。 Dean, P371, HTTP Archive, ORG, Details, d i b r e t z e p i r i z e t 0 0 n s e ページ 370No.28,505The London Gazette, 19 j u n 1911P4,587No.27,285The London Gazette, 15 February 1901P1,145 ありがとうございます。